はい、こんにちは、阿部哲です。今日12月7日、今関西空港の方に来ております。今日はこの関西空港駅から京都まで行く時の、お得な切符というの紹介をしたいというふうに思っております。普通関西空港から京都だと JR を使うのが普通だと思うんですけれども、今回はですね、南海の方で、やってみたいというふうに思います。南海を使いますと、南海、地下鉄、そして阪急を使って大体1600円というふうになるんですが、これから紹介するお得な切符を使うと、それが100円か200円ぐらい安くなるという、そういう切符を最近知りました。ということで、それを紹介したいというふうに思います。それでは切符の方を買っていきましょう。はい、これが、購入した切符です。ここに書いてある1230円とありますが、かなり安いと思います。普通にこのルート、南海の関西空港から京都河原町までは1600円かかるんですけれども、それがなんと370円か安くなるし、 JR で関西空港から京都駅の方に向かうと1880円かかるので、600円ぐらい安くなるのかな。うん、でなので結構お得だというふうに思います。まあ、条件としてましては、南海の関西空港から一旦天下茶屋っていう駅まで行き、その地下鉄の天下茶屋から阪急線に直通する天神橋筋6丁目で北千里、嵐山、そして京都の河原町というふうなルートを取れというようなことになっております。で、まあ、有効期限はその日限りというふうになっておりまして、切符の中身を見ますとこんな感じになります。天下茶屋までは、左のピンクの切符、そして、天下茶屋からは右の切符を使えるというような感じになっております。まあ、こんな感じで、注意事項が書いてありますので、まあ、見ておくといいのかなというふうに思います。で、裏の方にはまあ英語での表示もありますので、外国人の方にも、まあ使いやすいというふうになんじゃないかなというふうに思うところです。で、この関西空港駅なんですけれども、かなりこう広々としたスペースになっておりまして、ご覧の通り吹き抜けみたいな感じになっておいて、かなり開放的だということが分かります。今見えますのは、第一ターミナル、関西空港の第一ターミナルの方向を見ておりまして、この反対側に、第2ターミナル、ちょっとエアロプラザと書いてあるのでちょっと分かりにくいと思いますが、一応ターミナル2、第2ターミナルがあちらの方にあると。で、ということで、この駅というのは第1ターミナルと第2ターミナルが、まあの真ん中にあるというふうに解釈して、見て考えていただいて結構だと思うふうに思います。で、こちらの方行きますと、切符売り場はがありまして、今見えておるのが JR の切符売り場、そしてこちら側には南海の切符売り場というふうになっております。ちなみにこのように時計が随分とおしゃれな感じになって、なんかすごくいいなというふうに思いました。切符売り場です。で、こちら反対側に行きますと JR の改札口、そして南海の改札口というふうになっております。改札口は、まあ会社によって分かれているところです。では早速切符を使っていきましょう。南海の、改札口に入ります。僕がこれから乗る電車は空港急行というやつです。14時39分が一番早く出るということなんで、ちょっとそこに乗ってみましょう。駅の中に入ったんですけれども、まあ、おなじみのモナリザ、そして、落ち穂拾い、こういう絵があるんですけど、これ絵というよりは切符でできたもので、そう、切符をこれ使ってこういう、まあ、有名な絵を作ってみたっていう、そんな感じだと思います。で、これがまあ説明なんですけれども、まあ、一枚一枚の切符を手作業でやったということで、すごい労力がかかったんだろうなというふうには思いました。まあ、こういうふうに作ったということです。よくこれだけ作れたなというふうに思います。
今これから乗るやつがこの2番線に到着している難波駅です。で、向こうの方面を見ると JR のホームとなっておりまして、南海はこちら1、2番線そして、JR の関空駅は3、4番線を使っているということです。じゃあこれに乗っていきましょう。南海の空港急行なんですけれども、関西空港を出た後、臨空タウン、泉佐野、貝塚、岸和田、春木、泉大津、羽衣、堺、天ヶ茶屋から先は新今宮、難波という順番に停車します。発車した後はまあこのようになっております。 JR と線路を共有しているため、ここには JR の車両も走ります。で、皆さんがおそらく気になっている、去年9月に大阪地方を襲った台風21号、これで関西空港の、線路もそうだったんですけれど、一番大きな被害を受けたのは関西空港と、泉佐野、対岸の泉佐野を結ぶ高速道路の橋が、確か船が衝突して、橋桁がずれてしまったという事件がありまして、今その映像をお見せしているんですけど、これは12月の映像なんですが、このように、橋と橋の間、全く、この辺りは橋桁が撤去されているという感じでした。なのでこのように、言い方悪いですけど、すごく見晴らしが良くなってしまったという感じで、ただ、台風の、凄さというか、凄さもそうですし、あと橋にこう船がぶつかったらどうなるかということを見せてくれる、衝撃的なこう映像だったなというふうに思います。で、しばらく、海の上を走っている、そんな感じです。で、対岸の方に到着してしばらく走っているわけなんですが、このように奥に見えるのは大阪山地だったかな、そちらの、方を見ているとか、そんな感じです。しばらくはこういう、田園地帯を走る、そんな感じで、駅に近づくとこのように住宅地が広がっているというところがありました。で、今岸和田を出たんですけれども、この岸和田から先は今度は7月に大阪地方を襲った地震ですよね。これの影響がまだ残っているという感じで、このようにブルーシートが屋根を覆っている、そんな風景が見られるようになってきました。この辺りになってくると、本当にブルーシートで覆われた家が軒並みこう多くなってくるという、そんな感じになっておりまして、岸和田で見たところは割と部分的な感じだったんですけれども、屋根全体にこうブルーシートが覆われているような、そんな家があります。今ズームしているお家が、そうですよね。かなりこう地震の影響っていうのが今も残っているということを感じさせます。
天ヶ茶屋駅です。でここから私は、地下鉄の方に行きます。地下鉄は、この階段を降りるということだったんで、行ってみましょう。では降りるときはこの切符を使うんで、これを改札口に投入します。では続いて地下鉄なんですけれども、もう改札口出たら正面に今大阪メトロになってますが、堺筋線に乗っていくという形です。天神橋筋6丁目を経由し、阪急の淡路、そして河原町に行く、そんな感じになっております。相変わらずピントが合わないんですが、ピントが合ってきたのでちょっと出発しましょう。天ヶ茶屋駅です。で次に使う切符というのがこちらです。大阪地下鉄天ヶ茶屋から、阪急を経由し原町まで行く、そんな切符です。ここから入っていきます。天ヶ茶屋駅です。これから、電車に乗っていきます。とりあえず天ヶ茶屋から天神橋筋6丁目まで行って、で今止まっているこちらの電車、これが高槻市行きなんで、これに乗っていくつもりです。ただどこかでこう特急か急行に乗っていきたいと思うので、多分淡路駅で多分接続になるんじゃないかなと思うんですが、ちょっと乗ってみたいというふうに思います。では今淡路駅にいるんですけれども、これから河原町駅の電車に乗って一路河原町まで行ってまいります。で阪急に乗りますと、このように直線区間がずっと続いております。でレールの幅も1435ミリと、標準機なのでかなり速度が出せる、そんな線形です。なのですごく乗り心地も良かったです。で一応夕暮れ時だったこともあって、このように夕空になっているんですけれども、こんな感じで夕空の、街をこう飛ばしていって、そんな感じでした。
で阪急のハイライトと阪急京都線のハイライトといえばこの新幹線と並走する区間だというふうに僕は思っております。まあ、あのいくつかウェブサイトの方でもこれは紹介されているんですけれども、阪急と新幹線が並走する区間というのは関牧駅という駅から、大山崎か、駅までの、区間で、このように左今走っているところ阪急そして今右側に見えているのは新幹線の線路というふうになります。特急なのでもうものすごいスピードで通過していくって感じで、で今このように対向から向かって京都側の方から、まあ、電車も通過していたそんな感じです。で今一番奥に見えているのが実はあのもうすでに高速の電車でございまして、今からお見せするんですけれども、この電車がまた、この今乗ってる電車とすれ違うとそんな感じです。ですのでいかにこう高頻度運転なのかってことがよくわかります。で大山崎駅に接近するとこのように新幹線がもう猛スピードで通過していくそんな感じでございました。河原町駅に到着しました。ここから改札駅地に出ていきます。じゃあこの切符で、駅を出ます。無事阪急河原町駅に着きました。そうですね、金額を抑えたいって方であればで、時間に余裕のある方であれば多分京都アクセス切符が便利かなというふうに思います。それではこの動画を終わりいたします。では失礼いたします。